どうも、楽しみしご飯の時間ですよ。今日ですね、ああ、もう今日もね、大成功、美味しくできましたよ。豚肉たっぷり使った卵さんの、ニラ玉丼。卵さん、あれ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 おかしくなっちゃった。あれおかしくなっちゃった。いや、イヤホンおかしくなっちゃったか、これ。いやー、参っちゃったな。参っちゃったな、これ。イヤホンがまだバカな、バカなっちゃってんな、これ。買い直さんでかんが、いや、ちょっとそういうことだけでもないわ。パソコンの感じもおかしいんだ、これ。いや、ちょっとトラブってますけど、そのまま行きます、行きますか。はい、どうも、楽しみしご飯の時間、トラブってますけどね、ご飯ですよ、ということで、今日もいつも通りね、お手手を洗って、お水を一口飲んでから始めていっております。木島春樹でございますけれども、なんかちょっとおかしい、音全く聞こえない。うわー、まいった、これ音聞こえないし、画面も抜けた、イヤホンが抜けた。まずい、抜けた。どうでしょうか、聞こえているんでしょうか、マイクはちゃんと聞こえているんでしょうか、心配でございます。いやー、どうなんですかね。まあ、これね、出来上がった、作って食べてる動画と、この作ってる動画を分けることにしたんです、今日は。で、なんだっけ、トラブってるからさ、そう、まあ、分けることにしたんですけど、食べてる方はもう非常に美味しかったですよ。いや、一回止めて確認しました。音取れてましたね。よかった。で、今、つなぎ直して始めたら、また、画像もしっかり動いておるし、音も聞こえてくるし、僕の耳にね、イヤホンから届いてきておるし、さっきのは一体何だったのかとね、まあ、そういうことがたまに起こるですよ。まず、起こるんですよ。まさにこの、今、カチカチやってたの分かります？画面で、このガスをさ、これと同じようなもんだよ。普段はね、しっかりつくことの方が多いんですよ。でもね、こうやってほら、一生切れたりするわけですよ。このガスが調子悪いんだよな。なんか目詰まりしてるとかそういうことじゃないと思うんだよな。洗ったりね、そういうこともしておるし、なんでこのようになるのか。まあ、そろそろね、管理会社というか不動産屋さんというかに電話して、ね、10回に、まあ、3回ぐらいこういうことが起きるんですよっていうふうに説明してね、見てもらおうかなと思ったりもするんですけども、で、来てもらった時にさ、ちょうどなんか全然そんなことないじゃないですかってなる可能性もあるもんですから、いや、どうしたもんかなっていうふうにこれね、思ってますよ。まあ、実際この紐つかなくなるしね。まあ、どうしましょうか。で、これさっきのトラブルこれ解消しまして。で、これごめんなさい。料理のっていうか、この作ってるやつの話に戻ります。ニラね、何日くらい前かな？ 3 日くらい前に、このニラが、ああ、そう、このニラ美味しそうだなって買ってきたニラをね、冷蔵庫で電話待ちしておったのを、さあと、ね、そろそろ出ていただきましょうかと思ってやったんだけどもね、ちょっとね、傷んでるところが、何箇所かというか何本かあったもんですから、それにはね、ごめんなさい、ありがとうねっていうふうにして、しました。ちゃんとうふんちきりって何て言えばいいんだろうな、頭の上にこうやってつも見えないからな、頭の上に持ってきてね、うふんちきりってごめんなさいね、ありがとうございましたっていうか、炭治堂っていうかさ、なんか唐津がなしと炭治堂がもう合体したようなうふんちきりなんですけれども、うふんちきりって方言だなっていうか、方言としてあるのかこれ。僕はうふんちきりって子供の頃に習ったからそうやってやっておるけど、あれ？これはそうなのか、方言なのか、どうなんだろうね。ちょっと聞いてみようね。これはもう明日にでも、ちょっとあんまりね、ちょっと連絡して聞いてみましょうね。それは聞いた方がいいわ、聞かないところ気持ち悪いわ。で、これ豚肉切りました。これは肉のハナマサで買ったね、大量に買った 100g 100円もしないね、大量買いしたら安くなるから、そういう仕組みで買った豚肉でしたよ、これは。で、冷凍、これも冷凍庫で出番待ちしておったやつ。じゃあもう、まだ残ってるな、まだちょっと残ってるな。まだちょっと残ってますけどね、それ、登場していただきました。で、あと、しいたけはどこで買ったかな、もういろいろ言わない、もうどこで買ったか言ったら、もう、あそこが、ね、お前がしょっちゅう言ってんじゃないか、この野郎っていうふうになっちゃうから言わないけど、スーパーで買いました。ニラもしいたけもスーパーで買いました。トマトもスーパーで買いました。卵は八百屋さんで買った。卵はね、初めてこの八百屋さんで卵を買ったんだよ。そういう八百屋さんで買った卵を使ってね、この卵が美味しいと思うでしたが、非常にこれ思い出したって持ってきたの、これレンコン。これはね、使うつもりなかったの、そうだ冷凍庫にあったんだったって出してきたやつがこのレンコンなんですけど、このレンコンは業務スーパーです、優秀ですよ。
それはね、もちろんフレッシュなねレンコンをね、最初からもう下ごしらえからしてやるのが一番美味しくいただけるんでしょうけども、冷凍しておるのはね便利だから、もう本当に便利。確かにかなわないよ、確かにかなわないんだけどね、やっぱり便利なのにはね、こうどうしてもね行っちゃうね。キジマは怠け者ですから、それ一からね、全部ゼロからというかね、下ごしらえしてって言えるようなね、真面目な子であれば、真面目なおじさんであれば、それはまあやるんでしょうけれども、僕はそこまでじゃないから、そのごめんなさい、もうそれだけか、それだけはというか、それをもう勘弁してください。キジマはそういう男なんです。でもね、このレンコン強いからね、ちゃんと美味しくいただきましたよ。で、卵も3つも入れて、これ元気が出るんだ。卵食べると元気が出る、1個でも食べたら元気が出る、その3つも入れてたんだから。あら白くて卵みたいにお祭りだお祭りだっつってさ、やったもんですよね。若い頃は走り回って体重は今よりもずっと重かったけれどもね、体はねよく動いた、体はよく動きましたよ。そういったね部分もあるわけです。重さだけじゃないんだな、筋肉量っていうのもあるからね、ちょっとね体をもう一回ね鍛え直すというか、せんといかんないかんなというふうに思ってるけど、なかなかそれもね、もうサボリンコの木島ですからね、サボリンコって言わないかな、そういうのはねやっぱね気が抜けたね、もうふぬけた生活をしておるわけだよ、ね、何をやっておるんだとね、そんなこんなことばっかりやっておったら年を取ってまだいいよと、若いうちはいいんだ、若いうちはいいんだって、若いね、もう20代、20代、30代の頃に先輩方が言っておったことがね、よくわかる。どんどん驚いてくるんだぞと。ね、今この僕40代ですけども、それでもまだ言われる。若いうちはいいよ、若いうちはいいよ、つって。これが60代、70代、80代の先輩方に言われるわけですよ。でもそれがね、今やっとね、今ちょっとずつこれ40の声が聞こえるあたりからその意味が分かって、40超えて、ああ、そうだね、そうだね、確かにそうですねと。先輩方がおっしゃってたのはこういうことですかとね。僕なんかこのね、こう体重をこうやって調整したりとかしてますけれども、それでもやっぱりね、重さだけじゃないっていうのもやっぱ感じるわけですね。まあ何の話でしたっけ、何の話でしたっけこれ。全くわからないんですけれども。全くわからない話を、もうダラダラとやっておるんですけれども、まあそれでもね、まあ毎日毎日楽しい美味しいご飯の時間でやって、本当にね、これ嘘でもね、作り笑いでも何でもなく、笑いでもな、そういうのじゃなくて、もう本当に心の底から、ああ、美味しいねと、楽しいねというふうに人生送っておりますよ。ただね、これが全てじゃない。まだまだあるんだとね、もっと楽しい美味しいご飯の時間もあるし、もっと楽しいことはいっぱいあるんだと、そんなことは分かっておるから、まだまだだとね、これで満足してるわけじゃないと、満足の上のもっと大満足、大大満足、大満足もあるんだということでね、もううなぎ登りの絶好調でやっておりますんで、これ食べてる動画の方ね、まだ見てない方ぜひお願いします。めちゃめちゃ美味しかったですから、肉もたっぷりでやったんだよこれね、あたじゃあ美味しかった、いやいやいや。